どうも。コンビニの夜勤のバイトとかで結構年いったおじさんとかが働いてると気が引き締まる。でおなじみ、レオザゲームでーす。さあ始まりました。レオザゲームによるFIFAキャリアモード実況。私、レオザゲームがですね、レスターシティラニエリ監督の後任になって、レスターシティをもう一度プレミアリーグのチャンピオンに導こうといった、そういった動画になっております。今数えましたらですね、残り11節なんですね。残り11節で、このプレミアリーグの優勝争い決まるというわけで、このですね、私のレスターシティは、ただいま27節消化して、同率1位ということで、比較的有利な状況なんですけれども、まあ、ギリギリの勝利が続いてるんでね、予断は全く許さない、状況になっています。これからも応援よろしくお願いします。というわけで、今日ですね、試合行く前に何個かコメント読んでみましょう。課長テレビさん、シュトゥットガルトのマキシムという選手、能力だけでも見てみてください。スキルムーブ星5で、右利きマレズといった感じの選手だと思います。というわけで、マレーズ2のマキシム？マキシム多いな。さあ、これですね。ああ、26か。どんな感じの選手なんだろうな。特別な能力あり。一応スカウトしときますね。ありがとうございました。ルイス・トム・リンソンさん。前のディフェンス陣若くなってるけど、バイディはまだ荒削りだし、サイドバックはたまに誰がやってるか忘れるくらい。スモーリングは最近良くなってるからそこはいいけど、ファーディナンドとかビディッチがいた時みたいな絶対的なディフェンス陣じゃなくなってる感があるなぁというわけで、まあ前はね、僕が追ってるチームなんで、ね、なかなか忘れはしないんですけど、絶対ね、普通ね、マンユー見てなかったら、今左サイドバックダルミアンやってるとかあんま知らないでしょうね。今ね、ローマの左サイドバックエメルソンっていうね、若手が出てきて、あ、昔エメルソンっていうすごいボランチいたけどなとか、僕思っちゃったりするんですけど、昔のね、ファーディナンド、ビディッチ、このコンビみたいに僕はね、バイリーとフィル・ジョーンズがなってくれるんじゃないかと思って、注目してます。スモーリングはね、微妙な選手ですし、嫁がエロいんで、ちょっとね、ダブルでムカついてるんで、スモーリングは別にいいかなって僕は思っています。というわけで、続いてゲーム関係なくてすいません、行きましょう。ルナ・クレセントさん、シュートの方向を入力した方がいいですよ。ジブコビッチはもう一点確実に決められる展開ありました。というわけで、もう重々承知ですよ、それは。もうこっちがね、もう凹んでるんですよ、それは。でも、わかりました。シュートね、打つときにちゃんと、入力します。昔ね、中島美嘉の曲でクレセントムーンって曲があって僕好きでしたけどね。といったわけで、そんなですね、ちょっと、無駄な話題がちょっと多めになっちゃいましたけど、行ってみましょう。今日の試合は、アウェイウエストハム戦、強敵ですぜ。誰で行こうかな。バーディー、これ疲れてるよな。まあ、ちゃんと日程見ればよかったわ。とりあえず、ムサを使いましょう。ムサを使って、トップ下にマレズかな。エルナンデス使って。で、ボランチ、左のボランチに、で、久々にメンディをスタメンで使いますか。こんな感じかな。前線すげえな。5トップみたいになってんね。マレズを休ませるかどうするか。カプシュとかどんな感じ？あ、カプシュとかはもう万全で使えんのね。カプシュとか使ってみたいね。ちょっとデパイえな。この間も良くなったしな。で、一旦デパイ下げの。デパイ下げで、2トップな。ムサイヘアナチョ、岡崎使いますか。イヘアナチョのところ、ホスメンサーとアマーティーだとどっちもスペシャリティないのね。どっちの方が強い、ジャンプとかがアマーティーの方が強いんだ。ただな、ホスメンサーの方が好きなんだよな。いいや、今日バーディー休み、バーディー休みでアマーティー入れます。さあ、なかなか大胆なターンオーバー今日はしました。さあ、レスター首位です。さあ、マレズ。さあ、今日のスタメン相手チーム見てみましょう。ウェスターハム。どんな感じよ。おう。ザザがいて、コクランがいるね。やっぱパイエ、パイエもう移籍してんのかな？うん、この感じだと。さあ、曲げへんで。さあ、岡ちゃんから。さあ、エンボロ早いね。早い早い。ういうい。さあ、行きましょう。なんか広く感じるな、今日のスタジアムは。競技場っぽいからかな。さあ、外にね、来てほしいけど。まあ、来てないなら仕方ないでしょ。誰だったっけ今日右サイド。エンボロか。いやいやいや、ちょっとここは危ないですね。へや。よし、あ、囲んでない。危ない危ない。おい、大事に大事に。さあ、ここで、おっと、マレズのトップ下。結構詰まってきちゃってますね。
走ってくれ。さあ左サイドのマレーズ珍しい。さあスキルムーブから相手を引きつけの、おいいですね、ファビーニョ上がって、あサイド右サイド、ここで走ってほしいのよ、頼むぜ。さあじわ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 と押し込んでいく。あとは上がってくれる選手を探すだけ。さあ右サイドいない。この辺はちょっと改善ポイントかもな。裏に抜けるバランスワイド、サイドに張るにしとこう。エンボロ頼んだぜ。おそんなエンボロがちゃんと言われた通りサイドに張ってる。おいいねいいね、それよそれよエンボロ、それよ、いいんじゃないかい。うわ急に良くなったじゃん、戦術大事。おあーこっちのファルか。さあ逆サイドへボールを流して、さあダイレクトで叩いて、おっとメンディやったな、メンディがやったのか俺がやったのか、危ない、おい両サイドともサイドに張るなってる。これちょっと両ウィングバックは張らせときます。中でこねてサイドで違いを作るのがうちなんで。さあいいですね、ここで後ろ来てくんないと、後ろで厚みを作って裏に飛び出す。おやいやいや危ないかも。お危ねえ、よし奪った。さあエンボロが奪って、こっからエンボロが奪ってメンディが運ぶ、逆だろう。さあエンボロがキープして、オカちゃんからさあ裏に走る選手が少ないですね今日は。何が起きてる君たちの中に。さあ中でコネのキープシーのマレズ、さあスペースでボール受けたい、みんな足元に欲しがってんな、悪い時の感じだぞこれ、普通のチームでも。さあ外に使って、おっとこれは呼ぶ中、ちょっとチームの設定変えますか。ちょっと距離広げましたパスの。さあバイタルで、おっとおかオッケー、おかちゃんが粘った、おかちゃん粘りのエンボロが、さあスキルムーブから、さあ振り切れなそうだから逆だ、いいですね、打っちゃってみましょう、ズワッ、おーなんかミラクルシュートっぽくなりそうだったね。あでもいいでしょう。さあ上げてみますか、おっといい、なんかカスタム戦術変更がうまくいった感じがあるな。いい、いいよ。さあ、ここから。さあ、カプシュトゥカからファビーニョ。さあ、オカちゃんに預けーの。エンボロ外上がってきてほしい。上がってない。なんか今日ダメだね。チグハグだな。前回と同じ設定でもこういうことってあるんですね。奪い切りたいね。オッケー。さあ、いいでしょう。さあ、裏に走っていく選手を使っていけるか。あー惜しい、いいよでもこの感じでいこう。さあムサが、さあ外使った、スキルムーブでかわしたよ、おっとワンタッチ多かったね。さあ奪えない。さあズーマちゃん、ズーマちゃんが、おっと奪いきれなかった、おいついだー、1日1回ツイラーセーブあるね。お相手が倒した時の分の、いつ倒されたか分かんないけど。さあこっから頑張り、おかちゃん、おお危ない、角度的に危なかったな。さあバイタルまでは入っていけなかったけど、こうやって相手の嫌なところ突き続けたいね。さあおかちゃんから、さあサイドトゥーサイド、おっと、おいいですよテクニカル。さあそしてここから中、いいんじゃないですか、おっとギリギリのところで相手も踏ん張るね、おっと駆け引きミスった。さあホスメンサー、おっと逆疲れたよ、逆を疲れ続けるホスメンサー、おわーやられたやられた、やっぱディフェンスをターンオーバーした影響が出たな、やばいやばいし、コクランがウェストハムいるの悲しい、なんで出しちゃったんだよベンゲル、悔しい、ちょっとこれ
何分今64分か。決してね悪かったわけではなかったんだけどな。まあ悪かったがでもいいんじゃないかい。やったー、童貞ファミリオなんでそこ、なんでそこかき分けたって感じですか。いやファビーニョいいですね。やっぱりさすがバカ横がいなくてもファビーニョはいい。ここだけ素晴らしかったな、パスワーク。これね、いやこっから逆転したいね。オッケー、いい位置で奪ったんじゃない。さあここからマレズどう動く。動かないあんまり。さあここでもうエンボロ使っちゃおう。さあインクロス上げてくれ。あー、クロスの精度はそんなにか。73分変えよう。誰をどう変える、どうしよっかな。お母ちゃんエンボロトップに使って右に、うん、ファビーニョか。クロスの精度の良さが必要になってきた感じするね。でレミナの、あ、イヘアヌチョか、エンボロの代わりで左デパイだ。これだ、決まれ。でやー、おっと、お、何が起きた、何が起きた。デパイがオフサイか。なんかえらいアクロバティックなシュート打ってくれたけどね。今日こそデパイの日になるんじゃないかという期待をして出してるよ。おっと、なんとか粘ったけど、ここで行きたい、ここで。おい、おい、ウェイ、ウェイよ、オッケー、よし。さあ外、さあデパイ追いつけるか。追いつけない、俺が精密スルーパスにしちゃったばっかりにごめんよ。さあ出してくれ、オッケー。さあ一回中、外のデパイだ、デパイじゃないムサだ。わっと、アリー。さあアタッキング、アタッキング、攻めてけ攻めてけ。おっとガッツリファウルじゃ。クラーセン、クラーセン、どっかあれだよね、アヤックスかどっか。レッド、レッド出たぜ。あ、いいんじゃない。さあこっからどう出る。さあかわして、あっとクロスの質が悪い。さあナイス。さあこっから勝負。さあ、あっとイヘアラジョから、さあマレズ、レミナか。レミナなんとかキープした、キープして、マレズそっちだと右になるぞ、右になるぞ。左で打ちたくないのか、あっと。さああと1回ぐらいチャンスある。さあトップ下空いてる、オッケー。さあムサから、さあイヘアナチョ。わっと、全然スキルムーブかかなかった今。ああもうしょっぱい、しょっぱい負け方っていうか引き分け方だ最後。あースキルムーブ決めらんなかった、悔しい。まあ仕方ない、こんな日もある。さあ消化試合数的に1試合少ないけれども、まあ暫定まだ首位を確保というわけでね、まあ明日したいですね。ちょっと頑張ります。ルカクが契約更改を拒否しています。といったわけでレオザゲームでした。明日もお楽しみに。バイバイ。ご視聴ありがとうございました。そしてコメント、チャンネル登録もよろしくお願いします。他にもレオザトゥーフェイスの音楽とか、レオザフットボール TV のサッカー動画とか、そちらの方も気になるよという方は下のもっと見るの方からぜひ。